レースはついてたんですか最初から。レース買いました。レースとカーテン、これがあるとまた雰囲気がね、渋くなりますよね。めちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。だってポケット汚れはないな。まあ多少どこどこあるんですけど、でもこれ年式考えたら驚異的な経営者ですよ。この子も増えてないし、すごっ、これはやばいな。そうクラウンここなんですよね必ずね。あ、そうですね。そうそうそう、あ綺麗だこれ。これは買いですね。一応リアも電動で。あれこれ G ですか。いや G じゃないです。G じゃない。2.5 なんで。あ、そっか、 2.5 だから動くんだ。一応動きますね。あ、本当だ、はい、これいいじゃないですか。動くだけでもね、はい、動くだけでも全然違いますよ、はい、豪華さ。綺麗なぁ、これは綺麗だ。あんま乗ってないですねこれね。乗ってない。距離、距離が今28000 28000の17はすげえな。ね、年式何年式なんですか。2002年。あ、すごいな。でも驚異的な綺麗さ。プレミアム。プレミアム。これですか。あ、あ、書いてあるんですか。書いてあるんですか。はい、書いてあるんですよ。え、これってみんなその仕様って書いてあるんですかね。多分書いてあるんだと思うんですよ。初めて見た。で、中も全部使えないようになってて。じゃあこのまま行くしかないですね。そうです。絶対吸わないように。そうですけど。これはやば。超綺麗。これいいっすね、ご自慢までね。そうっすよね。まあ、とりあえず当たりやったかな。当たりっすね。はあ。やば。ヤフオクで書いてある。ね、どこに？本物は。本物。ソナーもついてる。そうね。ああ、はいはい。あ、電動で？なかなかないかもしれないですね。リアコーナーボールは。これあれですか、車高ですか。見やすいですか、やっぱあると。そうですね。最近ないですからね。ライトがもうピカピカ。ライトも。ああ、はいはい。で、余計あれだ、くすみが取れて。まあ、そうですね。ね、もうしょうがないですよね。材質的にもあれなんですかね。黄ばみやすいんかもしれない。横にこうあるんですね。ペラーってる感じ。そうです。前期は どんな感じですか。前期はこれがキラキラじゃないんですよ。ああ。じゃ光り方がもう全然違うんですね。アスリートが丸い。要はこのロイヤルテールが、ね、渋いな。まあ、確かに渋いっすね。このレースとね、純正オイルと渋いよ。
これ純正ですか、でも、はい、ライトも純正ですか、この頃からね、あ、HID、そうですか、ね、渋いね、フォーク結構明るいですね、ね、純正でも。